皆さんこんにちは、私大福と申します。よろしくお願い申し上げます。ということで新レシピについて徹底解説してみた。どんどんパフ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 。はい、新料理来ましたね。そして新食材若草コーンが来ております。これラピスラズリコーンじゃなくて大丈夫？どう考えても新ポケからしか来れないし、新ポケもラピスラズリしか出ないけど、まあ、やっぱり若草とは象徴なんて天皇みたいになってる。なのラピスラズリコーンはないというところで、はい、とりあえずね来ましたね。で今回僕ね、なんか料理に革命が起きてるんじゃないかなっていう風に思っていて、なのでね、そこも紹介してるんで、ぜひ最後までご覧ください。おすすめパーティーとかも紹介してるんでね、結構見る価値あるかなっていう風に思います。はい、じゃあこれドドンと、まず新食材も含めたエナジー順の料理の食材の並び替えなんですけども、まあ強いっすね若草コーン。しかもこれ一食から解放されてるやつ、キテルグマが一食で解放なんで、はい、まあ後ほど新ポケの能力も見るんですけども、はい、なので、まあ、かなり強いリラックスカカオの次か解放されてないやつでいくと、ちなみにポテトって地味にちょっとエナジーが低いっていう風なところがちょっと面白いですよね。まあとりあえずこういったところで若草コーンが追加されましたと。でそれを持ってくるやつなんですけど、基本的に新ポケだけですね。で新ポケの方を見てみましょうか。まず海竜ですけども、まあこれも多分確定情報で、元気チャージの、まあ、文句なしのバカ強ですね。また新ポケモンについては別途動画出すんですけども、まあお手スピが2600秒で、この食材とあと元気チャージとでドラゴンの実ってことで、とんでもない化け物ですね。まあ木の実タイプが良かったなっていう風なところもあるかもしれない。これ多分何でもいけますね。木の実 S で疑似木の実型でもめっちゃ強いし、まあ食材確率上がってる状態の食材タイプとしてもやっぱりもう十分強いしで、まあとりあえず最強ポケモンかな。ただ600族でやっぱりバンギラスと一緒で経験値が 1.5 倍タイプなんで、そこは注意っていう風な感じですかね。とりあえず2色からコーンを持ってくるやつですね。で3色がピュアなオイルなんですけど、ここもちゃんと役割が持たされているので、これも後ほど触れていきたいと思います。で続きましてサーナイトですね。まあエルレイドがこれが格闘の機能になって、サーナイトの場合は元気オール S スキルタイプなんですけども、まあつまり新しいヒーラーですね。2400秒ごとで、まあちょっと確率の方が気になりますね。スキルの発動率がかなり高かったら、プクリンとニンフィアよりも強いヒーラーっていうような形になりますと。でまあしかもリンゴが一色なんですけど、2色目からは若草コーンを持ってくるっていうようなところですね。めちゃくちゃ強いかなっていう風に思います。でこれサナで、でただ多分オス限定だと思うんですけど、進化オス限定だと思うんですけど、かつで、磨き石だっけ、なんとか石みたいなのを持ってくると、まあお手伝いサポート S のエルレイドになる。でこいつは格闘の実っていう風な感じですね。まあまたこの辺のエナジーの強さについては、どっちがどういいかみたいなのも動画出したいと思いますね。2400秒でめちゃくちゃ早いですね。で最後キテルグマですね。こいつ結構ね素晴らしくて、まあ、コーンを持ってくる役割っていう風なところに特化している感じかな。まあ、コーンとか役割持てるし、今回肉もね強い料理追加されたんで、そういった意味でも強いかなと思いますけど。でお手すび2800秒と早いっすねマジで。でエナジーチャージ S ですけども、まあ、食材タイプで、まあ、今回の結構キーポイント、特にラピスラズリの木の実一致ってところで結構キーポイントになるコーンマンなんで、こいつもちょっと注目っていう風な感じですかね。とりあえずこいつらがコーンを持ってくるやつらですね。さあそれでは新レシピの方を見ていきたいと思います。で新レシピなんですけども、まあこちらが全部ですね、ドドンと見にくい見えないですね。これツイッターに上げてるんで、これ全レシピですね。今回下の方に新レシピ追加してるんですけど、これちょっと見にくいんで、じゃカレーのみでいきますか。カレーのみドドン、これもちょっと見にくいですね。まあちょっと新料理はちょっと後ほどなんですけど、右下の方のやつですね。でまあ、サラダのみで、でかつデザートのみっていうような感じで出してるんですけど、この辺はツイッターに上げてて、概要欄にそのツイートのリンク、まあポストのリンクを貼ってるんで、ツイッターとか X ですね、貼ってるんで、そっから飛んでくださいと。でレシピの方全部ザラーって見ていきますか。まずは柔軟コーンシチュー、この辺日本語名がねまだちょっと和訳の可能性があるんで、ちょっと合ってるか分かんないんですけど、とりあえず柔軟コーンシチューですね。30個使うっていう風な感じのやつと、で次カレーがもう1個で、煉獄コーンキーマカレー、これ最強のレシピですね。77個食材使って、中身の食材もめちゃ強っていう風なレシピになりますと。で次がサラダで、乱れ好きコーンサラダっていう風な感じ、17食なんで結構無課金でも作りやすい。で次が49食の瞑想スイートサラダ、結構ね、デザート寄りな感じですね。甘いもの、リンゴ、蜜、コーンっていう風な甘いもの、僕が好きなものがすごい入ってるって感じですね。リンゴは普通ですけど、まあコーンが好きですね、僕は基本的に。バイキングとかでもね、ホテルのバイキングでもね、小さい頃ね、コーンしか取らなかったらしい。伊勢海老とかあっても、その周りのコーンだけを食してたってことで、コーンハンターの服って言われた時代がありました。はい。で、最後が、まあ、若草サラダってことで、まあサラダ界の最強レシピですね。まあ、ピュアなオイルとコーンとトマトとポテトでできるっていう風な感じですね。まあ、この辺の、まあちょっと一旦全部見て
ていくわ。で、次がデザートで大爆発ポップコーン。まあな、ポップコーンとかできるんじゃねえっていう風に言ってた人いると思うけども、まあコーンからできるやつですね。ポップコーンってマジでポップコーンからできるんだね。あんま知らないんだけど、硬いやつあれ乾燥されたコーンなのかな。とりあえず36色のデザートですね。で、最後がお茶会コーンスコーンということで、イン踏んでるよね。はい。で、リンゴ、イン踏んでるのかな、リンゴ、ジンジャー、コーン、ミルクっていうような感じ、67色の最強のレシピですね。デザートの。まあ、とりあえずカレー、サラダ、デザートに各最強のレシピが追加されて、それは全部コーンが必要っていう風な感じになっておりますと。で、これで紹介するだけだったら大福の価値ないじゃないですか。で、まあ、おすすめのポケモンとか紹介するだけだったら、それこそちょっと微妙かなって思うんで、今回も最強の料理の解説動画っていう風な形で、この後各レシピで見ていって、で、各フィールドごとに、まあ、厳しいフィールドはちょっと省いてるんですけど、こんなパーティー、こんな奴ら入れたらこれ作れますよっていう風な疑似パーティーの方を紹介していきます。で、それで、まあ、自分こいついるし、これ入れようみたいなところの参考にしてもらえればっていう風に思います。めちゃくちゃ結構頑張って考えたんで、まあ、ぜひ参考にしてください。ただちょっと穴とかはあるだろうし、僕も車掌してるところなんで、まあ、こいつはいっかなって省いてるところもあったりするんで、あ、まあ、こいつならもうちょっとこういけますよみたいなアイデアがあったら、ぜひコメ欄の方でね、コメントの方もよろしくお願いしますと。では、こっから頑張って考えたんで、ぜひ高評価、チャンネル登録してご覧ください。では、まずはカレーシチューから柔軟コーンシチューっていうようなところで、まず若草コーンを持ってくる奴らがこいつらですね。新ポケモン、カイリュウ、キテルグマ、エルレイド、サーナイトっていうようなところですね。で、続きまして、ミルク持ってくる奴の代表的な例として、まあ、カメックスとあとブイズですね。これちょっとエーフィーで入れてますけど、ブイズです。まあ、この辺でミルクは供給できるかなっていうような感じですね。で、ポテトの代表的なところが、まあ、ウツボット、ゴローニャ、ガルーラっていうようなところですかね。この辺でポテトの供給の代表的なところ、まあ、ルカリオは割愛でよろしくお願いします。はい。で、じゃあまずは、シアンの砂浜でこれ狙うときどんなパーティーにするかなってところなんですけども、シアンの砂浜だったら、まあこんな感じかな、キテルグマ、ニーフィア、ウツボと、ちょっとすいません、これもう全然一致してないやつが多いんですけども、狙うんだったらこんな感じ。まあでも結構過剰供給、ポテトが過剰になるから、スポットで入れるだけで十分かなって思うんで、一旦シアンは2匹こんな感じで、あとはオーダイルとか入れるっていうようなところが一つかなっていうふうに思います。まあヒーラーで結構ミルク持ってくれるってのは小さくないね。で、次がトープですね。で、トープですけども、まあキテルグマさえ入れればね、今までのパーティーで結構作れるレシピかなと思います。まあ弱くはないんですよね、このレシピ。まあ4000なんでね、キノコの奉仕カレーとか親子愛カレーとかその辺に入ってくるところなので、結構強いレシピでこれが作れるんで、まあカレーでね、トープのカレーでキテルグマさえ入れれば作りやすくなるかなっていうようなところの方ですね。ゴローに死ぬほど来るからな、ぐっすりで。で、続きまして、ウノハナですけども、ウノハナはね、まあ結局ポテトマンと、まあ、ミルクマンの役割は変わって、グレイシアとかルーラでいけるんじゃないかっていうようなところになっておりますと。で、ラピスラズリですけども、まあこれですよね、まあポテトマンとミルクマンがいたらどこでも作れるってことで、レシピボーナス上げてたら結構柔軟性が高い。だから柔軟コーンシチューなんか今気づいた。お、めっちゃ柔軟性高いです、このレシピ。はい。で、結構強めなんで、まあ割と無課金におすすめかなっていうふうに思っております。キテルグマ頑張りたいね。でもキテルグマちょっと辛いか。まあちょっとお香とかで取れるかもしれないんで、とりあえずこんな感じ、柔軟コーンシチューですね。これ無課金おすすめです。で、続きましてはもう重課金、廃課金、廃課金、廃課金用ですね。で、煉獄コーンキーマカレーってところで、まあハーブ、この供給量に耐えれるって言ったら基本的にはカイリュウとゲンガーって感じですかね。まあ場合によってはバクフーンとかを2匹入れたら持ってくるかもなっていうような感じなんですけど、相当厳しいですね、このレシピ。で、次肉ですね。まあただ肉救済レシピなんだよこれ。で、肉ですけども、まあこんな感じのやつら、リザードン、キテルグマで、なんとドグロック、あとね、トズラガとキレザルも、まあ木の実タイプですけど肉持ってくるやつらなんで、肉肉のオコリザルとかだったら結構役割持てるかもなっていうようなところになります。で、コーンはまあ新ポケどもですね。なので、まあちょっとさっき言ったんでこんな感じと。で、あとジンジャーなんですけども、まあジンジャーがこんな感じかな。リザードン、バンギラス、ガルーラで、ライチュウと一応ジュペッタも木の実タイプですけど持ってくるっていうようなところですかね。で、これ見て思ったかもしれないですけど、やっぱり基本的にはリザードンの復権レシピっていうようなところの役割が強いかなって思います。リザードンね、3色もハーブなんで、なので3色まで解放されたらもうリザードンマスト級っていうような感じですかね。なので強いリザードン厳選してた人はもう正解かなっていうようなところですね。ただリザードン1匹で持ってくれるようなところの量ではないので、その辺の調整は必要だから、別に肉肉肉とかの子がいたとしても別にそれはそれで役割持てるようになった。肉生姜肉でも、肉生姜ハーブでも、まあ肉生姜生姜でも役割持てるかなっていうようなところですね。まあ肉生姜生姜ちょっと生姜過剰かもしれないけど、肉生姜肉ぐらいだったらちょうどいいかもしれません。ではフィールドごとの紹介に行きたいんですけど、ちょっとシアンの方はね、まあオーダイル入れたらいけるかもしれないですけど、ジンジャーの供給が苦しいので、シアンはちょっとこれは苦しいかなって思ってます。ジンジャーの供給がいけるんだったら別かなっていうようなところですね。ではトープ洞窟の方ですね。トープはこんな感じかな。爆風と海流で、まあコーンとハーブっていうようなところを供給してきて、で、肉
を、まあ、肉肉リザードンとか、これ生姜入れてるけど肉肉リザードンにして、でまあ生姜を生姜ガラガラとかにしたら、これ結構現実的に作れると思いますよ僕。しかも頭部だったらこれ海竜1匹入れるだけで済みますからね。なのでまあこんな感じで、あと1匹なんか鍋拡張の人材を入れてしまえば、まあこれ作れるんじゃないかな結構。なので結構こうこれトープにはいけるかもしれないなっていうのは新しい発見ですね。まあ爆風生姜持ってくるしな。なのでまあうまく組み合わせればいけると思います。まあコーンなんで、海竜がコーンであることですね、大事なのはっていうところにあります。これ結構リザードン復権ですね、やっぱり。これ俺もいけるな、ちょっと海竜頑張ります。海竜取ってトープ頑張ります、いわく取らないと。で次がちょっと苦しいな、ウノハナですね。でハーブを海竜のハーブハーブで取ってきて、でジンジャーをまあバンギラするとき、あとトドゼルガのまあ肉をこっちで持ってくる。であと1匹だけちょっと肉要因が必要になってくるかなっていう風に思うんですけども、とりあえずでもまあトドトドトロでもいけるんで、トドトロトロバンギ海流最強やん僕が考える最強のパーティーやん。小学生型のフルアタ型でもいいかなっていう風に思いますが、一応結構ウノハナでもいけるんじゃないかなって思います。で最後ですけども、ラピスラズリでこれいけるかってところなんですけど、ラピスラズリだと海流とオコリザルでまあ肉持たして、キテルグマでコーンで、でまあリザードンいるかな、やっぱ生姜、まあバンギとかでもいいかもしれないけどね、生姜。まあとりあえずこんな感じかな。ただラピスラズリでいくとやっぱ絶対に売りバターカレーでウツボットと、まああとブイズとか使いながらとかの方がいいかもしんないですね。そっちの方がおすすめかもしれないけど、一応こんなウノハナとトープで役割持てそうなカレーだなっていうのが見てて思ったところですね。とりあえずカイリー欲しいな。ハーブがちょっと足んないんで、ゲンガーでもいいんですけど、まあゲンガーとかでもいいんですが、だからこっちにハーブハーブゲンガーとか入れたら普通に今でも作れるんじゃないかっていう感じ。ウノハナとか心強くなりましたね。そうだね、カイリーはハーブハーブゲンガーでも役割持てるかなっていうふうに思います。では最強のカレーはそんな感じでしたね。で続きましてサラダですけど、乱れ好きコーンサラダというところで、まずコーン持ってこれそうなのがこの4匹ちゃんと、あとオイルですねオイル4やっぱ苦しいっすわ。メタモン、ドクロックで、ジバコ、ジュペッタ、トドって感じかな。まあリアリティあるところで言うとトドですけど、ドクロックとメタモンの厳選進み終わった人ってなかなかいないかなって思うんですけど、一応オイル4こんな感じなんだよな。今回ねサラダ次の見たら分かるんで、次の次から見たら分かるんですけど、オイル結構大事になってきて、だからオイルってまあ3色海流の第3食材がオイルだったりするんで、そういう役割もあったりするんだよな。さあで乱れ好きコーンサラダなんですけども、まあこのシアンだったらまあプクリンのオイルで十分かなと思うんで、これ結構無課金にも優しいかな。まあキテリグマとプクリンでいけるかなっていう風に思います。であとまあオイルがウノハナとかになったらオイルをトドゼルガにすればいいかなと思うんで、これねまあ一応木の実タイプとかスキルタイプのオイルでもいけるんで、結構強いと思うよ。17個で2785なんで結構強いと思うんで、この辺はシアンとウノハナでおすすめかなっていう風に思います。まあさっきのオイルの供給のところにプクリン入れるの忘れてたね。まあ普通にプクリンはオイル要因として割と有能です。で続きまして瞑想スイートサラダですね。まずリンゴがアブソル、デリバード、カイロス、ライチューちゃんっていう風な感じかな。まあちょっと苦しいところもあるかもしれないですけども、まあライチューちゃんめっちゃ強いのが2匹とかたら、そういう供給の仕方もありかもしれませんね。で次がまあ蜂蜜って言ったらやっぱ不思議花で、カイロスがね蜂蜜リンゴ両方供給できるってことが分かりますね。であとラピスラズリでいくと結構メガニウムちゃんって意外と蜂蜜さんとか持ってきてくれるし、まあ、あとプクリンちゃんとかかな、ヒーラー強くなったしねっていうところで蜂蜜持ってきて、でアマコーンはこんな感じかなと思います。でこれちょっとトープはきついんですけど、まずシアンの砂浜の方でいくとこれいいっすよね、ピクシーですよ出してなかったけどさっきで、ピクシーみたいな2匹、まあライチュー1匹でもいいかなって思うんですけど、これ結構シアンでいけたりするんで結構見てみてほしいかな。やっぱコーン大事っすね。コーンあるだけでかなり楽になりますね、シアンの砂浜も。まあ今までカカオのやつとかでサラダ結構我慢してたかなと思うんですけど、結構強めのやつが作れそうな予感がしますと。で次はウノハナですね。アブソル、ケッキング、プクリン、キテルグマっていうところで、まあ木の実一致で結構やれて、ヒーラーも大事だし、これで結構やれるんじゃないかなっていう風には思います。ケッキングの蜜は厳しいかもしれないけども、プクリンの蜜でも、まあ、もしかしたら16個ならなんとかギリギリいけるかもしれない、ミツミツだったら。で最後ラピスラズリですね。ラピスラズリでいくと、まあライチューとか入れないときついかな。リンゴだけ供給できたらなんとかなる。デリバードとかでもいるんだったらリンゴ供給して、まあカイロスとかでもいいんですけど、であとミツの方は割とミツ供給はいるんで、こういう感じでいけるかなっていうふうに思います。ちょっと作りやすいんじゃないかなって思いますけどね、ミツの供給とリンゴの供給頑張ればっていうところにありますけども。続きまして若草サラダですね。でこれ最強のサラダなんですけどもね、オイルがなかなか厳しいな。まあさっきもちょっとこれ抜いてるんですけど、一応プクリンが2色でオイル持ってくるんで、そこも考えるとまあ広がるけど、やっぱメタモン、ドクロック、ジバコイル、ジュペッタ、トドゼルガ、まああとイテプクリンかなっていう風な感じになってくるので、まあ結構苦しいんですけども、オイルが22個ね。一応これ海流の3色がオイルなんで、そこまで見据えてのレシピだとは思います。ただ3色は今回はちょっと考えません、なぜならまだ60解放されてないんで。であとコーン4位はいつも通りのやつらで、ではまあポテト
と、トマポテで言うとね、まあ、ウツボットかな。うん、ウツボットで固定でいいかなって思います。一応トマトで行くと、なんだ、バナちゃんとかでも持ってこれたりはするんですけども、一旦ウツボットで固定で考えてみる感じかな。ウツボットバナの組み合わせぐらいかな。ラピスラズリとかだったら。で、まあ、とりあえず見ると、これ無理なんですけど、シアンだと、まあ、プクリンと海竜とウツボットでいつの日か作れるっていうような感じ。残りの奴ら2匹で、まあ、うまく食材工面しながら、こいつら入れといて、で、まあ、うまく発動すれば、例えばオーダイルとか入れといて、で、他のやつ作っときながら、うまくなんかいけるようになったら、これ作るとかいいのかなっていうふうに思うんですけども、一旦、持ってくる奴らで言うと、こんな感じかな。一応、クメンはできるかなってレベルかな。ウツボットで海竜ね、木の実一じゃないから、ちょっとシアンでは苦しいかもしんないけども、まあ、頑張ったらっていうふうな感じですね。で、続きまして、トープですね。これはでもね、ナチではなくて、ドクロックぐらいかな、厳しい。オイロイルドクロックで、で、あと、海竜で、まあ、若草コーン持ってきといて、で、まあ、イワーク木の実タイプじゃんか。で、あと、爆粉入れて、ゴローニャとかで、なんとか、トマトイワークとかでね、なんとかこういうのできないかなってとこで、一応こんな感じかな。頑張ったら作れると思う。なので、オイルの供給だけ頑張りたいな、っていうふうな感じですね。僕だったら、笛でオイルだけ持ってきといて、あとは頑張るとか、そういうのあるかな。でも、ちょっとトマトが苦しそうだな。結構、トマト大事ですね、やっぱサラダの中で。で、続きまして、ウノハナですけど、ウノハナは頑張りゃいけるかなって思ってて、まあ、メタモンと、まあ、どうせトド入れるでしょうっていうことで、トドゼルガと、まあ、ガルーラがポテトで、まあ、あと、キテルグマと、ケッキングでトマト。まあ、トマトはケッキングが苦しいかなって思うんですけども、まあ、トドゼルガとケッキングはね、まあ、固定で入れときゃいいんで、あと、メタモン、ガルーラ、キテルグマあたりを、ちょっとこう、スポットで入れ替えていって、なんとか溜まり次第作っていく。他のやつを作りながらね、っていう風なところだったら、なんとかできるかなっていう風に思います。まあ、割と強いんで、狙ってもいいかもしんない。ウノハナこんな感じか。一応結構タイプ1では、締められるってところがウノハナかな。ただこいつらの厳選終わってる人たちが何人いるかってところですね。一応メタモンの復権もあったのかもしれないね、今回のレシピの目的に。で、最後ラピスラズリですけども、これ強引強引ウツボットしか合ってない。キテルグマと、まあ、トゼルが2匹入れてやったらいいんじゃないのっていうなところですね。まあ、あとドクロックでオイル持ってくるって手もあるけど、まあ、トド、まあ、オイルさえ溜まればっていうようなところですかね。ただトマトの方がね、必要量多いんで、そういう意味ではトマトマウツボットとかの方が必要かもしれないですけども、まあ強い。このラピスラズリで蹂躙できるぐらいの人だったら狙えなくもないかなって感じかな。サラダ結構難かったっすね。はい、ではサラダこんな感じでした。で、まあ、今回ちょっとね、動画で結構見てほしいのがね、デザートのね、この次のレシピなんですけど、デザートなんですよね。まず、まあコーンはこんな感じ、もう言った通りだから、オイルはこんな感じのやつらで、あとミルクこんな感じのやつらっていう風に考えると、大爆発ポップコーンは、まあシアンだと若草コーンを、まあ、カイルとかで持ってきて、で、数足んないかもしんないけど、蜜プクじゃないわ、あのオイルプクリンでなんとか汗持ってきてもらって、で、シャワーズのミルク、シャワーズはまあスポットかなで入れるとかで、まあ一応作れなくもないかなと。タイプ1で結構閉まってるんで、まあ悪くはないかなと思います。で、続きまして、トープ洞窟ですね。やっぱオイルが苦しいな。まあ毒ロックを入れればなんとかっていうようなところかな。まあちょっと苦しめですね。で、続きまして、ウノハナですね。ウノハナはあり。うん、あのなぜかというと、オイルがトゼルガで持ってこれるから、オイルオイルトゼルガとかいたら十分、ウノハナでは十分強いですね。なので、ウノハナでのおすすめでは高いです。で、最後ですけども、これもおすすめの低いかな。オイルがね、やっぱ海竜の3色解放されないとね、ラピスラズリっていうか、まあやっぱオイルが苦しいかな。まあ毒のフィールドとかになってくればいいんですけども、基本的にはオイルが苦しいっていうようなところで見てもらえればっていうふうに思います。なんかね、オイルが苦しいんですよね、今回。まあ3色、オイルの強い子が来れば別かな。うん、ただオイルの強く来たら、毒ロックとかメタモンの居場所言えなくなるから、一応こんなもんなのかもしれませんね。で、最後、最強のデザートレシピ、お茶会コーンスコーン。これでね、俺ね、結構世紀の発明をした気がするんですけど、まずリンゴはこいつらですね。で、続きまして、ジンジャーはこいつらと。で、ジンジャーこいつらで、コーンはいつも通りで、ミルクもこんな感じの。もうだいぶ見せたんで、さらっていきますけど。で、続きまして、今回結構考えたんですけども、これどう？トープ、これ、トープのデザートきつかったじゃないですか。リンゴさえ工面できたら、これいけますよ。ジンジャーをなんとか持ってきて、で、リンゴがね、苦しいの。なんか、リンゴリンゴライチューで食材確率が上がってたら、まあなんとか、だからうちにちょうどいるんですよ。リンゴリンゴで食材確率 M になってる意地っ張りなんですけど、ライチューがいて、それだったらね、結構、まあリンゴなんとかなったりするんで、ゴープラピカチュウも含めですけど、それを考えるとトープのデザートに救いが来たね。トープずっとサラダだったんですけど、ちょっとデザートで試してみようかなって思うんですけど、結構これ革命的。まあキテルグマのところが別に海竜とかでもいいんですけど、かなり革命的じゃないですか。トープのデザートに救
類が来た可能性があるので、これ僕結構感動してるんですけども、割とハマってると思うんだけど、まあ穴があったらごめんなさい、基本的にはリンゴが足りないが穴だと思うんですけども、ちょっとでもこれ頑張りたくないですか。木の実タイプ3つ入ってるよ、割とありかなと思うんですけど、足りないかな。まあなんか作りながらこれ作るっていうところがちょうどいいかな。今回僕がね革命だと思ったのは、このデザートの最強のやつのトープで作れるってやつと、あとまあリザードン復権の煉獄コンキーマカレーかな。これマジ革命っすね、このレシピで。次がこれ宇野花ですね。宇野花はねかなりタイプ1でこれ作れますよ。ただ食材タイプが結構入っちゃうからね、やっぱコーン持ってくるのがね、タイプ1宇野花とかシアンとかトープでいないのは苦しいんですけども、ただまあバンギラスとかアブソルとか無理だろ、これは無課金とかで絶対有課金でも無理だろ、まあ、バンギラス必要ですね。僕がもうすぐバンギラスできたらこれできるかなっていうのはところになります。これあとこのレシピはラピスラズリでは苦しいですね。一旦こんな感じかなと思います。では皆さん、新レシピの方いかがでしたでしょうか。結構ね新しく役割持てる子が来たかっていうと分かりにくいんですけど、まあリザードンが強くなったりとか、まああとジンジャーが使いやすくなったりとか、まあまあバンギラスの強さがありますってことなんですけど、それってまあだったり結構強くなった子もいると思うんで、なかなか新レシピ結構強いので、まあ若草キャンペーンかな、無課金の人は若草キャンペーンでお香とか使いながら、またそのラピスラズリパックの比較動画とか出そうかなっていうふうに思うんで、ぜひチャンネル登録と高評価してお待ちくださいと。出したい動画多いね、新ポケについてのねちょっとちゃんとした動画も出したいし、まあとりあえず今回は新しいレシピについてっていうようなところでした。まあいかに新ポケモンがね役割持てそうかっていうのも分かったかなって思うんで、ぜひこれからもポケモンスリープ楽しんでいきましょう。僕は今ラピスラズリで、まあカイリュダノ、まあキテルグマ欲しいかな、キテルグマダノの厳選をしていきたいと思うんで、ぜひお楽しみにというところで配信の方も来てください。それでは高評価チャンネル登録よろしくお願いします。おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさーい。